ジオネームトゥーパンプスさんからです。アンプスさん、アーサーのさんじいさん、おはからです。おはから、赤城山行った時は国立赤城青少年交流の家がおすすめです、うん、宿泊はしなくてもランチは予約すれば食べることができるんです。ビュッフェスタイルで税込み580円で食べ放題、しかもうまい。10月1日から値上げしますが、それでも税込み600円なんです、うん、こんなに安くてうまい食べ放題のランチ他はありませんよと。そうなの、食べ放題やってるんだ。知らなんだ、食べたことある、こせっちゃん。知らなかったもん。知らないか、うん、そうなん。あ、予約、要予約、うん、なんかな、うん、ね、まあ来月値上げしても600円だって。でもあーちゃんさ、うん、かれこれ数年前にさ、うん、ファンの皆さんと一緒にこれ食べた記憶があるんだけどな。あ、じゃあ言ってるんだ。いやでもそれが、うん、そうだった、ちょっと記憶にないけど。あ、そっか、覚えてる方いるかな、うん、ね、行ったことあるんだろうね。なんか 理科室みたいなところで。理科室なんかこう木の机みたいな試験管とかあったか、ビーカーとか、なんか家庭科室みたいな、うん、違うじゃん。食器がなんか、コップがなんかビーカーで出てきてフラスコみたいな。失礼いたしました、多分違いますね、はい。続いてラジオね。